お待ちしておりました、グローリア王女。はい。すでにハルシオニア、サバロンの兵たちがプラシド陛下、ポール殿下の指揮のもと大規模な陽動作戦を展開しております。はい。皆さんは戦場を迂回しホログラードへと向かってください。もうアメちゃん、アメちゃん舐めて完全にオフです。レベル上げするかって思ってたんですけど、これはあれですか、ホログラードに行くまで休憩はない。もう行きます。もうついでで潰してきます、ホログラード。この辺は全部雑魚っすね。毎回気になってるけど、あれ何なんだろうね。野営地がありますね、あそこに。え？めちゃめちゃ今びっくりした。寒気がゾワゾワゾワってした。誰？君か。ウッディ。ウッディ、まずい、もうすぐトムが帰ってくる。知らんのバレる。バスは必ず帰ってくる。バス、いつから飛べるようになったんだ。飛んでいるわけではない。カッコつけて、落ちているだけだ。みたいなやつやんね。ぼんやりとしか覚えてないね。ポール殿下、ホログラード軍が動き始めました。はい。では、手はずの通り、先鋒隊は敵を倒しながら徐々に後退。中間は突出した兵を側面から攻撃。伏兵に気をつけてください。それと、兵には功を焦らぬよう徹底を。僕たちの役目はホログラード軍の足止めです。はっ。ああ、機関にポール、溶けた飴が入った。こういうのにはあまり慣れてないからね。兄上は得意だったんだけど、あの人好戦的だったからね。この子たちもついてる。大丈夫、ポール、ポールさんさえ死ななければ。君がいて助かるよ、俺たち勝つから。じゃあ私も戦場に行く。魔物たちは奇襲が得意だから。これはニハルとポール、気をつけて。あー、二人で幸せになってほしい。いや、二人と一匹で幸せになってほしい。僕はそう思います。まあそんなことはと、まあそんなことはどうでもいいんですけど。あら、ハルシオニアの兵など国を明け渡した腰抜け揃いだ。返り討ちにしてもう一度攻め上がってやるのだ。突撃。うわー、あ、この人めっちゃ強いって言ってたもんな。まあ国を明け渡したことは否定せぬがな、プラシド王か。かつてあの民のために無用な戦を避けたまでの無敗と呼ばれた剣豪のプラシド王陛下か。負けてやる道理はない。陛下、前線は危険です。本陣にお戻りを。これ式の戦どうということはない。せやで、まだまだ剣の腕は衰えておらんわ。わしの若い頃はのう、これくらい派手な方が陽動としてはよかろう。こっちが陽動なんか。うほー、ほれ、かがり火に群がる虫のごとくよく集まってきよるわ。皆の者奮闘せよ、ここが正念だぞ。せやぞ。剣短、さっき一瞬ここに敵見えたけどね。なんか強そうなやつ。ファントムの足跡めっちゃ可愛いよな。今だ、放て。エアロかな。加速、敵兵排除、増援なし。よし、よくやった。梅雨払いは完了だ。町の入り口の兵たちを片付けたぞ。ありがとうロディ。あ、この通信機器エルビスってあれか、あんまないんかもね。ウィズワールドが独自に作ってるだけかもしれないから、こういう情報戦ではめちゃめちゃ強いかもしれない。それぞれ予定の通り、ハルシオニアとサバロンの軍に合流、支援しろ。頼んだぞ。任せろ。あ、ここでいいんですか。なんか思ったよりそんな、てかハルシオニアちっか、なんかもうちょっとでかい
の想像してたけど、あ、でかいわ。あ、めっちゃでかいわ。めっちゃ奥に広がってるわ。こりゃすごい。うーわ、いかちぃ。軍国ホログラード、いかちぃ。これ、ここがホログラードか。ついに来たな。バレへんかな、俺ら。クリスタル必ず取り戻す。ロンズデールと、ああ、なんか力を貸してくれた。ファナみたいな人と、行きましょう。ビゾスみたいなやつの服着てるけど、何も覚えてない。ロンズデールしか覚えてない。ロンズデールの名前かっこよすぎて、そこしか覚えてないもん。パーティーチャット。皆の思いは一つ。宿はうまくいったのはおかげでホログラードの守りは手薄だ。油断はできない。見張りが全部いなくなったわけじゃない。なんなら、より強化されてるかもしれないしね。別に街は守る必要ないかもしれないしね。ウィズワールドの魔法部隊は見事だった。派手に敵を引きつけてくれたと。なら2杯にしよう。ケチ。ロディにブラシドーにポール王子。みんなに感謝しなくてはならないと。まあ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 。これで。あ、こんにちは。うん。ん？あ、危ねえ、見逃すとこだった。クリムゾンベスト、買っちゃった、先。メタ的な読みすると、あと2個か3つだよね、ジョブ。ちょっと悲しいな。終わりに近づいてるんだな、っていう気がして。で、それと、レベル上げはできないんだな、っていう。できれば、新しいジョブを万全で見せたかったんだけどな、っていう気持ちがちょっとありますけどね。わーお。さて、行きましょうか。ああ、ダンジョンの音楽だ。そっか、普通にダンジョンか。カット。流装ゲイボルグ。うおー、かっこよー。あれ、もう終わりな。まさか、まだまだ終わらんだろう。この上を上がったとて第2段階目が待っているはずだろう。え、わはー、パーティーチャット。決戦を前に。風のクリスタルはアダマスの手にあります。追って取り返しましょう。アダマスは強かった。その見た目で言われるとちょっと面白いからやめてほしい。まともなこと言わないでほしい。スローン殿も叶わないほど。それと、戦わねばならない。勝てるとか。スローンさんは俺たちを信じてグロリアを、いや、世界の命運を託してくれた。そして俺たちは多くの困難を乗り越えてきた。だから勝つさ。4人だしね。4対1だしね。まさに戦士の顔だな。なるほど。自信を持ってるとも、世界を救う男の顔になっておる。そうかな？私も信じます。うん。いいですね。いざ決戦ってやつよ。アダマスと決着をつける前に、一泊しましょうか。さあ、最終戦です。おそらく。行きましょう。蹴りをつけよう。アダマス！グローリア王女か。風のクリスタルを返しなさい。久しいな。それは個人が欲望のままに使って良いものではありません。己の欲望のために使う気など、我には毛頭ない。じゃあなぜ奪ったの。我の目的はこの世界の統一、強き者の統治による永遠の平和。風のクリスタルは
そのために使わせてもらう。力なき者はそこでおとなしく見ているがいい。待て。なぜ風なんだ。火を選びそうなもんだが。なんだこの振動は。飛ぶのか。みんな行くぞ。飛行船か。飛ぶなこれは。エネルだ。月に行こうとしてるんだこれ。バースへ。うわめっちゃ機敏に動く。兵士は全然もろとももう何の意に介さず歩いてる。建物ごと空を飛んだぞ。ああにわかには信じられんが、先ほどの振動は地面を離れた時のものか。なるほど。風のクリスタルの力を使ったに違いありません。もう後には引けないわね。退路も断たれたか。先へ進みましょう。うわさあ1階は攻略、2階に行きましょうか。あらもう完全に空挺戦って感じがしますな。これは？あー外出られるんだ。リッパーナイフ。あー強いけどちょっと重てえか。強いね。人型特攻だ。ゾーリンシェイプは？かっこいい。めっちゃ似合う。超かっけえじゃん。リッパーナイフも、いや、かっこいいね。探検やっぱ全部かっけえわ。セーブ挟めない。大丈夫やった。あれ？話せる？あんたらホログラード軍のものではないな。ひょっとして、この初飛行に招待された方ですか？お客様ですか？ご安心ください。技術者の皆様ってこと？高額な報酬につられて専属したけど、まさか空を飛ぶ部署だったとは。ああ。こんにちは。なんか新しいの売ってたりします？しませんね。しませんね。しませんね。まあ、よくわかんないけど、テント使って回復しましょうか。一泊しまーす。いやー、今頃、ハルシオニアとか頑張ってんだろうなー。なんて思いつつ、セーブしましょうか。まあ、パーティー的にはこんな感じで、ちょっと回復同士入れないと、絶対に無理までは言い切れませんけども、あのクジャクのやつで厳しかったんで、まあ、これで勝てなかったらもう竜騎士連れてきてズバズバに切り裂いて終わりましょう。終わりましょうっていう か一応ハードなんですけどね。だからちょっとましてロンズデイルはラスボスっぽい感じあるから。あわあギミックが出てきたぞ。にしてもまあこんなめんどくさい装置作るよな。毎回思うけどどうしてるんやろね、こう行き来する人は。めんどくさくてしゃあないやろな。毎回ガッチャンガッチャンやって、多分こうあるんだろうね、テンプレの動かし方が。さすがにラストダンジョンだけあって長いですね。大広間、中間区。ん？あれ？おーお、すげえ。全然ギアの動きと速さ違ったけど、
これで戻ってこれるのか。やっぱ間違ってなかった、考えは。じゃあこれで大広間まで行ったら完璧かな。すごいねこの装置。左は？あー、さっきのとこに繋がるのか。取り残しはなし。さあ、2対4か。持ってきたか、グローリア王女。だがもう遅い。風のクリスタルの力は解放された。見よ、眼下を。これぞ空を行く船、飛空艇である。である。この飛空艇の力を持ってこの大陸を、いや世界を統一する。今でこそ融和だ協調だなどと言っているが、うん、所詮はおためごかし。おためごかし。エソラごとの和平に過ぎぬ。その証拠にどの国もクリスタルを手に入れただけで混迷をきたす空虚なガランドーではないか。まあ確かにな。これではいつまた戦乱の世に戻ろうとも何ら不思議はない。確かに、まあ道理は通ってるな。そうなる前に力ある者が世界を統一し永遠の平和を作り上げねばならぬのだ。絶対悪ってやつやな。だからとはいえ武力や策略を用いては何の意味もないでしょう。バットマンだ、バットマン。強き力はより強き力により滅ぼされる。それはあなたも同じはず。クリスタルの力を解放すれば封じられた闇の瞳が蘇るのです。ではその闇の瞳とやらにも打ち勝ってみせよう。笑っている。愚かな。傲慢。ここに極まれりか。これは仕置きが必要だな。それに平和のための争いなんて本末転倒じゃない。お前の波動、俺たちが止めてみせる。行くぞ。さあ覚悟なさい。